はい、お帰りなさい。お疲れ様でした。ねえ、今日も頑張りましたね。ちょっと頑張りすぎじゃないですか。ねえ、私なんてこう全然頑張ってないなんてね、もしちょっとでも思ったりしたならばね、それってね、頑張ってないんじゃなくって逆ですよ。逆。今までがね、頑張りすぎてるんだよ。ね。頑張りすぎてた証拠なんですよ。わかります?自分の基準がね、そのね、頑張ることの基準がね、知らず知らずのうちにね、高くなってんの。頑張りすぎてんですよ。ね、そういうこと。ですから、今日は、この動画を見れた人に言いたいの。言いたい。あなたは最高だよって。最高ですよ。おめでとう。ね、おめでとうって。あなたついてますよ。ラッキーです。ラッキー。おめでとうございます。幸せな未来が確定しました。確定しましたので、ね、お知らせしときますね。どういうことかっていうとですね、結局ね、宇宙で一番最高の神様はね、ね、宇宙で一番最高に優しい神様なんです。宇宙で一番最高に優しい神様がどんな気持ちかっていうとですよ。幸せになりなさいよ。ね、いいよって。あなたに幸せになりなさいよって言っててね。そう言ってこの世に送り出してくれてるわけですよ。ね、あなたにですよ。幸せになりなさいよって。だから、例えば迷ったりしたらね、迷ったりしたら自分が幸せになる方を選んだらいいわけですよ。神様がそう言ってるんだからそうしたらいいんです。でもね、ある人は、こういうふうに思うんだよね。自分ではそうしてきたつもりだけれども、今の私って幸せかな?そういうふうに思う人がいたとしたら、ね、ちょっとさっきの思い出してほしいんだけれども、ね、例えばそういう人っていうのは自分でも気づかないうちに基準がね、高くなってるんです。高くなってんの。ね。こう自分を幸せにしない方に自分がね、頑張りすぎちゃってるってことにね、気づかない。なんてことがね、起きちゃってるんですよ。起きちゃってるの。これはね、だいぶ前にいただいたメールなんですけれども、ちょっとね、印象深くてね、いい話なんですが、記憶に残ってるんですけれども、近所の人がね、この方のご近所の人が、仲良くしてる、近所の人がいてね、生菓子だったかケーキみたいなのをね、そういう、お菓子みたいなのをたくさんもらったけども、自分は年だし、甘いものをこんなにたくさん食べられないからってね、おっしゃってて、お宅は子供さんがいらっしゃるから、ね、もらってくださいと、ね、本当にたくさんあって、こう、箱かなんかに入ってたのかな?お裾分けですね。どれでもお好きなのどうぞって。ね。それで、うちにいた3歳の、お孫さんね、孫に、こう選ばせてもらいなさいって言ったら、そしたらね、なんて言ったと思います?その3歳のお孫さんがね、傷みやすいのどれ?傷みやすいのどれって言ったんだって。
で、まあそのお菓子くださった方はすぐ意味が分かってね、お嬢ちゃん小さいのに偉いねって言ってね、まあ、感心してくれたんだけども、まあこの方、自分はね、自分はドキッとしたっていうの。ドキッとしたって。自分がいつも言っていること、やっていることですよ。ね。余り物とか、ね。残り物とかね。まあそういうね、傷みやすいの自分が食べて、ね。まあ言うなればこう残飯処理をしてるんだけども、孫はそれ見てるんだと。ね。それを見て、まだ3歳になったばっかりだけれども、こんな小さい子に気を使わせてるんだろうか。ね。いや、まさか気苦労みたいなのをさせてるんだろうかってね。まあ、ちょっと心配になった。ね。娘と孫に、まあまあ、この孫、お孫さんのね、ね、親の娘さんなんだろうね。うん、娘と孫に申し訳なく思った。みたいなことがね、まあ、書いてありまして、まあ、私はね、ね、そのお孫さんとの光景が目に浮かんで感心したんですよ。偉いなーって本当にね、ね、思いません？うん、思いますよね。うん、で、感心したのと同時に、これを書いてくれた方ね、メールくださった方、うん、私ね、思ったんです。思ったの。まあ、多分ね、この方私と同じぐらいだよね。まあ年とかで。まあ50代か60代なのかね。これからはね、自分を大切にしてほしいなって思ったんです。こういう方に限ってね、自分が頑張りすぎてるっていうことにね、気づかないんですよ。ねえ。いつも家族のこと、ねえ。この方が書いてらっしゃるお孫さん、娘さん、人のことばっかり考えてる。ねえ。今日はですね、神様が私たちにくれたね、素敵な時間をくれたっていう話をします。おう。これからはね、最高に素敵な幸せな時間をね、過ごしてください。本当に。ね。これからはね、最高に素敵な幸せな未来になります。そういうお話です。はい。それでは始めます。宇宙で一番優しい神様に、今日も感謝します。こんにちは。開運案内人、池田芳香です。今の、ね、今の話ですけれども、意外とね、こういう人ほど、自分は頑張ってないっていうふうにね、思ってる。うん。家族にね、家族にいいのを食べさせて、自分はね、余り物とかね、残ったのとかね、傷みやすいのを食べてる。ね、こういうのってね、当たり前のように思ってる人もね、いるんです。でもね、当たり前じゃないんだよ、本当ね。とってもね、尊いんです。ありがたい。尊いことなんです。すごいことなんです。でもね、こればっかりやっていると、ね、こればっかりになってね、人生、自分の人生の時間がね、自分の一番大事な自分の人生の時間が終わっちゃいます。うん、今はね、人生のね、4月、まあ4月か3月ぐらいだとね、思っててください。ね。これからはずっとね、こう自分の人生は今は4月かね、まあ3月ぐらいだというふうにね、まあ思ってほしいんです。うん。前もね、これね、話したかもしれないけども、私はね、ずっとそういうふうに思ってるんです。話してない？これ。これ話してないですか？話したような気もするんだけどね。ちょっと覚えてないのかな、俺。あら。
あ、そう。はい。それじゃあ話しますね。はい。神様のね、暦の中に、還暦っていうのがあるじゃないですか。ね。人間の暦じゃなくって、神様から見た時間。ね。本家返りとも言いますね。本家返りとも言いますけれども、ね。神様から見たこの時間、魂の時間のことなんですね。40代、50代と来て、その次に魂の時間としては何が起こるのか。こう面白いな、ほら、最近はね、あんまりやらないけれども、還暦祝いってね、こう、赤い頭巾とかちゃんちゃんこう送る、ね、着るみたいなの、あったじゃないですか。ね。あったじゃないですか。つか、今でも、まあ、やってる人いらっしゃるのかな？うん。いらっしゃいますか？うん。ね。あれはね、あなたはもう一回これからですよっていう意味じゃないですか。ね。赤ちゃんっていう意味だけども、あの赤いのはね。うん。まあ、実際はね、魂の時間としては、もう一回、一年生。ね。ランドセル背負うようなもんだから、ね。私たちは今、3月とか4月にいるわけです。これからね、入学式か、始業式か、まあ、実際ね、私は実際これ言うとね、本当のところはまあ3月とか4月とかね、嫌いだったんですよ。ね、子供の頃ね。うん。まあだってね、不安じゃないですか。ね、不安。特にね、まあ、この間も私言いましたけれども、私はね、こう、子供の頃、引っ越しとか、転校とかが多くてですよ。まあ、いつも3月とか4月っていうのはね、新しいクラスになって、その新しいクラスで一人になるっていうこと多かったのね。うん。嫌じゃないですか。うん。まあ、子供の頃ってね、そういうの心細いじゃないですか。ね。だからね、春ってね、不安だったの。うん。でもね、さすがに今はね、まあ、背負ってるランドセルもね、まあ、中身はね、これ、経験だからね。まあ、1年生の時のランドセルは重かったけれども、今度のこの1年生は、まあ、別のものも背負ってる、まあ、背負ってるよね。重い別のものも背負ってるけども、経験っていうのもね、いっぱいね、詰まってるんですよ。ね、背負ってる。還暦の本家返り、ね、本家返りっていうのは、魂が元来たところに戻るっていう意味があるから、ありますからね、これ。それのね、いくつか特徴を挙げますとね、まあ、例えば一つ、復縁するっていう意味がある。還暦はね、復縁っていうものをね、暗示してるんですね。おう、まあ、例えば、一度は諦めた。ね、諦めたけれども、もう一回やってみたいこと、やり直したいこと。まあ、それとかね、もう一度会いたい。会って、やり直したい。ね。復縁したい人とかいますか？そういう方はね、この時期がチャンスなんですね。もちろんね、自分の魂が成長しているっていうことが大事です。そういう人には、復縁のチャンスが大いにあるんだっていうのがね、本家替えの還暦っていうね、魂の時間なんですね。まあ、大体こういう時期からね、同窓会とか、昔のクラス会とかでね、昔の好きだった人とかにね、こう再会して、まあ、再会してゴールインするみたいなね、そういうのがね、出てくるのが多いのがこの時期なんです。うん。だからね、春なんですよ。ね。還暦くらいの人って、夏でも冬でも秋でも、人生だとね、
まだ春先の3月とか4月くらいに思っとけばいいっていうのはね、まあ、さっき言ったのはこういうことなんですよ。うん。まあ、そしてね、不安もあれば、ね、不安を乗り越えた、だからこその幸せっていうのもある。これが二つ目。まあ、たくさんの苦しみやね、困ったことを乗り越えたからこその幸せがこれから始まるっていう意味の3月、4月。ね。私もね、子供の頃そうだったけれども、やっぱりね、変わり目っていうのはね、不安になるんだよね。うん、なりません？うん、季節の変わり目っていうのは心も体もね、体調とかもね、崩しやすいんです。ね、私だけどもね、私もだけどもね、そういうってないですか？うん、私もたまにね、季節の変わり目とかね、休みますけれども、休むのがいいんです。休むのがいいの。休んだ時ね、皆さんから優しい気持ち、優しいお気持ちをもらいました。たくさんもらいました。優しい言葉をね、たくさんかけていただきましたよ。本当ね、嬉しかったですね。本当。ですからね、私たちの世代っていうのは時々ね、こう時々はね、ちゃんとね、休まなくちゃいけないんですよ。春なんだから。春休みをもらいましょうよ。ね。まあまあ夏になったらまた夏休みって言うんだけどね、これね。まあいいじゃないですか。うん、頑張りすぎはね、体に良くない。うん、体に良くない。ね。この年になるとね、頑張りすぎはね、人生に良くないんですよ。ね。はい。これからの時間は、宇宙で一番最高に優しい神様が幸せになりなさいよってあなたにくれた時間です。あなたに幸せになりなさいよって言ってね、この世に送り出してくれたんだから有効にね、この時間有効に使ってくださいね。自分が幸せになる方を選んでください。そうするとね、本当にね、本当に幸せになれます。もっともっとね、もっともっと幸せに、自由に、幸せになれます。ね。なんせね、いろんなことを知ってる経験を積んだあなた一年生ですからね。これからやりたいことにチャレンジしていいんです。チャレンジしたらいいんです。ね。会いたい人に会って、ね。復縁もいい。好きなことを選んで、ちゃんと休んで、ね。いや、もしこれがね、万が一ね、なんかね、こう、失敗したりね、ミスしたりね、まあ、ミスしたりしたってね、いいんです。だって、一年生だもんってね、これね。還暦はね、本当はね、そういうね、楽しい時間なんです。幸せな時間が始まるっていう、神様の合図。サインなんですね。これからね、最高に素敵な幸せな未来があなたを待ってますよ。最高に楽しい時間があなたを待ってるんです。これからね、最高に素敵な幸せな時間がどん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 あなたに、あなたにね、あなたに幸せが押し寄せてきますよ。ね、今日も最後までお聞きくださってありがとうございます。お誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。私もそうなんですけれども、私は還暦だ、アラカンだ、ね、もうすぐだとかね、もう来てるって、ね、そういうふうにおっしゃる方は、人生を楽しんじゃってください。自分の気持ちとしてね、幸せになる方を遠慮なく、いいですか？遠慮なく選んでください。だってね、幸せになりなよって、あなたに幸せになりなさいよって、
宇宙で一番優しい神様があなたに言ってるんですからね。どうかご遠慮なく。はい、それではいつものように皆さんの願いが叶いますように願っていただいてね、もしよろしかったらコメント欄にも書いていただいて、あなたのその優れたお力で皆さんの願いも叶いますように、あなたのそのお力でね、後押しをしてあげてください。皆さんにとってベストの願いが叶いますように、あなたにとって最高の素敵な願い、ベストの願いが叶いますように。大丈夫、見えない力が守ってくれます。大丈夫、大丈夫です。それでは次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。開運案内人池田芳香でした。